ということで、続きまして、ポポの会 A リーグ、第一節ということで、ポポの会 A リーグ、第一節の3回戦目 M リーグの模様を引き続き、私一郎がお届けしたいと思います。今展望はですね3万点揃えて、さあハイパイがズドンと、これ親番が誰でしょう、これ親番ブリッツさんですね。 M リーグ、親番がブリッツ、なんちゃにちーたろう、シャーチャがオカン、ペーチャにタツさんですね。現在の成績が、ブリッツ、親番ブリッツは2着2着スタートの平均着順、今、合計で4ですね。でちーたろうさん2連勝で、ポイント2、オカンが分かりやすいですね、これオカン3着3着で、合計6、タツさんが、ちょっと、今日は、調子に乗れずで、4着4着ラスラススタートのポイント8で、さあハイパイ、ズドン、開きました。さあ親番ブリッツ選手、ドラはパーマン、おドラのパーマン1枚あります。ピンズが2目を、赤ウーマンが統一あります。統一3組、さあブリッツさん、これは漫画見えるぞ。早速チャンス制です。さあちーたろうさん、ちーたろうさん、まあちょっとメンツゼロですね。さあおかんも、おタツさんが、青が統一、シャーも統一。さあオカン選手いいね、これね。オカンとブリッツの、まあタツさんは本一にちょっと向かうでしょうかね、これ。おこれで4統一はブリッツさん、ブリッツさんどうするか。先ほど解説で一緒やってましたけども、トイトイはあんまり好きじゃないと、あんまり得意ではないみたいな感じで言うとりましたんで、トイトイというよりはチートイは嫌いじゃないって言ってましたんで、トイトイに、あチートイに向かうかな、これね。チートイを見ながらドラを重ねたいというね感じですかね。おチータさん、これでカンチャンローピンズッパシーですね。カンチャンズッパシーです。さあオカン選手、オカン選手ちょっとピンゾのままここでタツさん早くもペンチャッソーから仕掛けていきました。これいいね、白青、シャーが統一統一統一みたいなね、統一統一ドイツみたいな、違うわ。ということで、ブリッツこれでね一気にもう白も、トンも切りづらくなりましたね、これ。そちらのペン3品がちょっとね、受けとしてはあんま強くないんで、そこ払ってますね。さあタツさんが、ポンポンロンの形がもう出来上がっちゃってますね。泣けるかどうかはちょっと難しいかもしれないですけど、青白泣いてもうウッパッソーロンですね。これが一番理想形です。まあ、どっちかあんこにしたいな。1枚は出る可能性あるんでね、どっちかあんこ。さあこのウッパッソー、おーっとブリッツさん、またこれはもう白もトンも切りづらいんで、とりあえずねリャンピンかパーピンで様子見るのか、もうここで早切りどちらか自敗払うか。リャンピン行きましたね。あチーターさん、これでシャーを切って、まあちょっと、まあいいでしょうということで、シャーのポンから入りました。さあこれでどうでしょう、皆さんの目からはちょっと、なんですか、テンパイっぽく見えますかね。さあタツさんが、本一のイーシャンテンだった。おおブリッツさん、トーンはまあ一切れか。あチータさんも、おまだ、おここでブリッツさんが、おっとブリッツさん白を切った、ウーソー泣いての白で、ただタツさん、当たり牌のウーソーポンが入ってるぞ。さあブリッツさん、これは、まあ、ドラドラ赤赤なんでね、ブリッツさんもちょっと折りづらい、折りにくい。
さあこれはどうですかね、オカンとチータローさんちょっと行きづらいですね。これでおっとブリッツここで自分でパウーソーポンしてのパスそうなんでちょっと気持ち悪いか。これはさあどうでしょう、どうするブリッツ。これは打っちゃうと、ザンクかな、5人ザンクかな、あザンクなんで、まあおここでウーマンから言ったと、さすがブリッツですね。これ何かを匂い取ったか、やっぱブリッツも炭治郎の家系なのか匂いを嗅ぎ取るというね、鼻が利くという。おここでタッチャンがシャボに受け替えたぞ。そしてブリッツが欠かさず、これでパッソがこれ待ち変わったでしょう的な、これちょっとブリッツに聞いてみたかったんですけどね、これナイスですねこれね、間違いがあったんだろうという読みが入りましたね。これでタッサンはこれね漫画になるように受けましたね。やっぱザンクと漫画倍違うんでね。おチータさんテンパイだ、これはチータさんがこっそりウッパーマンでテンパイだ。そしてお母さんが青をキャッチした。おっとウーマン出た、チータローさんが軽く、親番ブリッツさんの親とタツさんのや、マンガン可能性があったテンパイをかわしまして、チータローさん警戒ですね。さすが親番がチータローさんです。チュントイツ、メンツはないかな。でオカンもメンツゼロですけど、トイツが4組を早速ブリッツが白を仕掛けましたね。ドラを確認する前に、おドラはウーピンだ。おチータさんカンチャンズッパシですね、カンチャンパーマンの、あパーマンじゃパッソ、カンチャンズッパシです。さあおっとみんなもツモの速度が速い速い。さあ、まあ、あとブリッツさんがマンザレ目、おチータさんこれでう赤馬を引き入れた、打点アップだ。さあどうなるんだ、速いぞみんな、ちょっとこれこんぐらいゆっくりねお願いします。おトンも重ねました、ブリッツさんも打点のアップが期待できる。さあチータさんドラ受けもできるぞ。おおかん数万が、あスイッチャー速い、一路速いぞスイッチャーが、あタツさんのハイパイが、あこれカメラがちょっと左に寄っちゃってますねこれね。さあブリッツさんこれどうするんでしょうね、トンが出たら。さあチータローさんがトンが出るか、パーマン先なんですね。さあオカンもマンズが両面、さあどうなるでしょうか。あチータさんこれで赤に使えるぞ、オカンさん言いそうね、結構引っ張ってますねこれね。おブリッツさんこれで、あドラがドラ何でしたかね、ドラ僕さっき発表しましたけども、ドラ忘れちゃいましたけども、ブリッツドラウーピンか、ドラドラブリッツ、なかなかのまた これ勝負手だ、かなりの高打点。タツさんで赤のウーピン持ってるんで、ドラドラのタツさんもチャンス手だ、これは勝負手でありチャンス手である。さあブリッツはどうだ、これはさあチータローさんからトンが出ちゃうのか。ブリッツこれトン投げるとね、ちょっともらった感がありますね、まあ、3層とかから、まあ、自分で引っ張ってくるとトンの出上がりが期待できるんですけども、3層とかなくともう一切100杯とか出そうにないんで、ちょっとチータローさんのステモーションで戻ってトンになってましたねこれ。これでブリッツが、サブロッソーでマンガンテンパイを入れております。さあどうなるブリッツ、これで一発キャッチだ。ブリッツさんヤクヤクドラドラの2000-4000、これは大きいぞブリッツさん、一歩リードしました。さあ続きまして、親番が
おかん選手。さあドラは、しばらくお待ちくださいね。これはおかんさんいいぞ。これピンズで一面つ白統一9万あんこ一面つをもういいシャンテンじゃないかこれ。タツさんもまあまあいいよこれ。青統一ドラは急走か。うん、ブリッツ選手もまあまあいいですよこれ。でもおかんがやっぱ一番いいな。打点はちょっとあんまり見えないかもしれませんけども、白あんことかにするとねグッと打点が、あとまあ9万あんかんとかね。さあこれでいいシャンテンだ。おタツさんがペイをあんこにした。本一行きたいけどね。おわっとブリッツさん急走先切り、もうパスを切っちゃってたんでですね確か。おこれで両面に変わる。さあタツさん赤ウーピンなんでね本一ちょっと向かいづらいけども、ちょっとね、採用というかちょっと保留のパーマン一打払、パーマンでしたかね。さあおかんどうだ。来たおかんの先制リーチ。待ちは白と、スーピン。さあスーピンタツさん一発キャッチですけども、これは使える。さあどうでしょうか。さあおかん一発はどうだ。まあこれスーピンがあと1枚で確か白も誰か1枚持った。ちょっとタツさんの、カメラかぶりでちょっとピントがね一瞬ずれたりずれなかったりがなってますけども、さあ白が1枚ここにあるんであと1枚ずつですね。山に白とスーピン1枚ずつ。さあどうでしょうか。さあタッちゃんここで貼り直したぞ。さあどうするこれは。青とウーソーのシャボで受けるか、スッチャッソーで両面に受けるか、まあ、ちょっと打点が違いますけどもツモを優先していくのか、まあおかんに追っかけリーチなので、青でも上がりが拾える方に行くか。さあここで両層を曲げてのシャボ待ち対決ですねこれ。でウーソーがもうブリッツが赤で1枚使ってる。さあ青はねこれまだ多分どこにも見えてないと思うんで、うん、青は山2枚。さあどっちが勝つんだ。枚数的にはタッチャンが1枚多いと思います。さあ青と白とどこに行っちゃうか。さあどうでしょう、まあ、チータロさんでもこういう時は白切らないイメージがある。おっとおかんがスーピンをつも。さあでも裏が乗らないのでリーズモでテンパネですねこれ。8分4分2分2分ですね、積もって2分ということで、1300オール親番につく1300オールの、まあ、まあまあまあいいですね、加点できましたおかん選手。さあ引き続きおかんの親番、何三局ですかね。あ違う、なんじゃなんじゃね、トン三局親番一本場 おかんさん続投、続投じゃないな、連想ですかね。さあブリッツあまり良くない。チータローさんまあまあかな。おかんをこれチューンを両面に買うと、おかん選手が一番いいか、たっちゃんがちょっと時間多くてね、走り合いも多いんでちょっと時間かかりそうですか。あとブリッツさんまでローマをちょっと、見せながら倒すというね。ドラがパーマンでしょうかねこれ。おかんチュンポンが入った。早いぞ展開が、展開がスピードアップしている。さあドラを確認しようとしたイチローですけど、ドラパーマンですね、ドラパーマン。
さあ、オカンチューンドライチの、2900でしょうかね、これ。お、タッツ選手はね、これで3品がカンコ使い。あんこ一面つと、いい数品にも受けれる。両品も受けれるのかな。お、これはいいつもだ。キータロさんも、ちょっとずつ手が積んできておりますよ。お、これ、ローソーいいね、これ。数ピン、まあ、まあ、半歩、いやー、そうでもないかな。お、赤ウーマン、これは大きい。これは9ピンですかね。うん、キータさん9ピン、ナイス9ピン。お、これで、岡田選手、ピンズが両面だ。さあ、タス選手は、ちょっと、まあ、両面、両面とはいいんですけども、お、数ピン。おー、スーピーみたい。スーピーがね、脇にゾクゾク流れてますね、これは。タツ選手、まあ、オカン選手も使いたいスーピーが。お、ブリスさん、これローピンナイスつもりですね、これ。あとはローマンにくっつけたいな。払いましたね。お、あったつ、うん、ペンちゃんのところ払っていて、でもこの数ピンが欲しかった、数ピン泣けましたね、オカン選手ね。さあ、ブリス選手、これはちょっともうね、ちょっと折り気味に進めるんじゃないかな、これは。ちょ、テンパったとしてもあんまりいい形が残りそうにないな。さあ、タツさんも徐々に手が出来上がっております。まだリャンシャンテンですね、これ。お、チータロさん、これでローマンから埋まるとなかなか強い。また赤が来ましたね。これ払、ちょっと払っていったとこなんでね。さあ、どうでしょうか。お、これは一応ね、両冠の形が残るんですけども、もう先切りというんですかね、先に払ってきましたね。さあ、タツ選手はちょっと進まないな、ツモが効かない。さあ、ブリス選手、これは半歩近づきましたね。あとはマンズ、ローマンにのメンツを作りたい。おっと、ここで待望のローマンを引き入れて、リーチピンは赤のザンクからの、まあ、高打点の期待できるリーチが、チータロー選手から先制リーチが入りました。さあ、ここでリャンゾ一発キャッチ。達成が、ここに3枚あるぞ。ってことは枚数的1枚ブリッツはその前に切ってるから、あと3枚あるのかな。今オカン選手の手の中に何枚あるのかですね。オカン選手持ってない。オカン選手、これで貼りました。6球満ですね。おっと、もう1枚持ってきた。ダブルキャッチだ。さあ、老朽満対リャンソーですね。さあ、どうでしょう、ブリッツさん。これはもしかしたらローマンが出ていく未来があるかもしれない。お、すみません、ちょっとスイッチャーの一郎が遅れてましたけども、
おかんがローマンを自ら積もり上がって、チュンドラ1一本馬の1000オールの一本馬1100オールの上がりとなりました。おかん選手親番をですね、これでブリッツ選手をまくってますね。親番を、続行しておりますね。これね、なかなかおかんの親番はね簡単に終わらせてくれないっちゅうね。さあブリッツ選手はソーズで一メンツ、チータローさんねメンツマンズで一メンツですね。ドラがイーマン。さあおかん選手、うん、まあまあいいよ。タツ選手もまあなかなかまあまあいい。ブリッツまあブリッツちょっと3色ペンちゃんがあるんでちょっと苦しいんですけども3色見えますね。さあ皆さんね形、目指すべき、手役がまあ分かりやすいのか結構積もるスピードが速くなってますね。これちょっと解説のイチローねちょっとゆっくりやってもらいたいなみたいな。おドラのイーマンです。これはイーマンだけは使いづらい、おかんは使いやすい。さあどうでしょうか、どうなりますか。うん、聞いてください。イーマン今ドラドラを連続引いてのいいですね。ああたっちゃんの手がちょっとピントが。さあ一郎次行こうかとね席を立ち上がりかけてますけど、まあ、次ぐらいもピントがちょっと合ってないんでこれ行きますね。一郎から声かかりました。さあちょっと、止めまして、止めると合うというねピントがね、まあ、ピントボケあるあるですねこれね。声かけると戻るみたいな。ということでちょっと今、スイッチャー席の方の、ピント手ブレ自動調整をねオンにしてやってますねこれ。さあうんピント合っております。さあ続投です。タツ選手の切り番からですねこれね、赤ウーソーよしとところでちょっと一回止められちゃったみたいな。あでもまたちょっとずれかけたぞ。でもう一回伏せてちょっと待ちが入ってもう一回確認が入りますね。ちょっとねこういうとこはちょっと手作り感でちょっとカメラが動いちゃったりすると、ちょっとあここもピントがずれてる。今ちょっと調整してますねピント機能ですね。こっちもずれて戻るみたいな。そして他のところもずれて戻るみたいなね。でもう一回タツさんのところずれないのかいみたいなね。さあこれでいいみたい。あずれかいやずれな。おかんが戻ってる気配が伝わってきましたね今ね。さあ、再開であります。切り番はタツさんから切り番。さあ赤ウソを持ってきてのうんリャンピンですねこれね。あブリッツさんどうだ、3色はしたいぞこれは。リチャイズ3ピン3万を引きたい。おこれはチータローさんもね789の3色をちょっと見たの。おこれでタッチャンがパーピン前ちょっと切って本、単葉もちょっと見えるよね。おブリッツさん2枚持っていこうとしたね今。2枚持って積もっちゃうとターハになっちゃうんでねブリッツさん気をつけくださいみたいな。さ あこれドラドラの3色なんで、でチャンタもつきそうなんでこれはチータローさんにチャンス手が。おっとここでシャアのポンが入ってもうテンパイですよこれ。チャンタ3色ドラドラマンガンですねこれ。大きいですよこれ上がるとカンパッソかな町は。おここで待望のマンズのメンツが一メンツ、まあ、数万から切ってもいいんですけど、あパカンカンパーピン一発これを積もっていうか一発でテンパってから1回目の積もで、引き上げ引きましてね
で、2004の日本馬ですね、これ4200、2200の大きな上がりをものしました。ちーたろうさん、これでちーたろうさんトップじゃないか、トップ目、いや、これ立つのか、ちーたろうさんどこだ。お、でも上3人が、まあ立つさんもね、マンガンとか一上がりするとトップ目立つんですけども、お、今日これ立つさん2回目の青チュン統一統一で白が1枚あるというね、珍しい。これが今度こそ大三元や小三元に向かうか、タツさんあんまり好きじゃないか。まあちょっとね、2つ泣いたりするともう手からは出ないんで、まあ、自力でね、やっぱ1個ぐらいはあんこにしたいよね。さあブリス選手がマンズ一メンツ完成。おかん選手面白いな、想像の鎮逸が見える。さあタツさんはいち早く白が引きたい。さあブリッサーのイメージはね、ペンちゃんどっちが払いそうな気がするな。ね、やっぱさね、ブリッサーね。さあ、チータさん、マンズが両面両面だ。イースーチーマンの3度受けだ。2度受けだ。2度受けでした。3度はやりすぎでしたね。さあ、タツさん、ちょっと左肩が入っております。ちょっと気持ちが前に出てますね、これね。おっと、ブリッサー、これは残す方、大正解。2分1を成功しましたね。麻雀はね、常に2分の1の選択を強いられていきますね。まあ常にじゃないですけどね、まあどっちのターツを残すかみたいな2分1の選択を当たり前なんですけども、正解を導くと上がりにものすごく近くなりますんで、ブリスさんこれチャンスですね、俺チャンスですねみたいな。さあどうでしょう、これ7、8、9もちょっと見えるけどもみたいな。ちーたろうさん、うん、まあお母さんどうですか、どうでしょうか、はい、噛みました一応。お、タツさんこれね、ピンズの本一行くと1万2000まで見えるよ、これ薬本一ドラ1か。いや、おかん選手はこれウーソーから仕掛ける、あ、これリャンマンあんこになってメンツになったことでもうトイトイや、まあや薬でも、まあ、とりあえずねちょっと点差をね広げられない、詰めて自分の親番や自供を、チャッソも仕掛けた。さあこの仕掛けにどうする、各社。さあもうチャッソ嘘泣かれたんでね、ローソーも切りづらいけども、自分で持っててもあんまりメンツにはなりそうにないんですけども、おかんさんの直撃が一番ね、さあもう想像はねちょっとまああんまり引いてきてほしくない、タツさんもうなんなら白引いてきてほしいですね、これね、白どこに行っちゃったんでしょうね。さあ急速気持ち悪いぞブリッツ、確かにこれ急速出すとおかんまたポンが入りますんで、さあ昇降に入っておりますブリッツ選手、トップでリャンピン、もうちょっともうさすがロンと言われるとね、打点がもう鎮逸赤い地あるんでね、1万2000になっちゃうとやっぱもうちょっと嫌なんでちょっと回っております。まあタツさんもここで白を、あっと実はこれねもう想像老朽層切れんので、これイケイケ言われているような感じを受けるんですけども、ちょっとね行きづらいですよね、そうそう、どっちも使えないんで、もう縦縦に引くしかないんでね。あ、そうか、これただローピン、あ、ローピン3ピンこれドラでしょ確か、ちょっと先ほどピントのズレとかあって、ほら3ピンドラだ、なんでブリッツさんこれドラドラなんですよ。そしてテンパイのね急走は押すと、そしておかんがここで急走ポンでローソー短期ですね。さあブリッツどうだ、これドラドラの手なんでちょっと降りたくはない、まあ2
積もってね、3ピンとか積もれば満貫なんでね。さあオカン、ここで間違いイースーソーに、そうですね、イースーソーに受け替えました。さあどうでしょうか。さあブリッツ、おっとこれでチータローさんがピンズが両目に変わった。さあどうだ。さあどうでしょうか。さあチータローさん追いつくか、おかんが上がるのか、またまたタツさんちょっと遠いか。ブリッツはローソーで降りてます、回ってますね。さあどうでしょう、青も切りづらいか。ジータロさんもさすがに自敗が切れない自敗が、あるんで、2枚あるんでね。チュンとかもうションパイでちょっと切りづらいと。ブリッツさんこれね、行きたいけどもみたいな、青が出たんでブリッツさん的には青は切れると。そしてなんと3ピンがね、ここで半コになるというね、なかなかこれシャータンキですねこれね。おシャータンキ抜ける。さあどうでしょうか。さあシャーは残り1枚かな、場にないんかな、これ多分あと1枚あると思います。シャーもさあ残り図もあとブリッツさん1回ですね。ローキューピンもこれは振り点なんで、もう安全なローピンの方を捨てるという。さあオカンなかなか上がれないぞ。さあどうだ、おっといた。ブリッツさんこれは強い。スモドラさん2戦4戦のこの局面でもうほぼオカン選手の上がりかと思いきや上がったのはブリッツ選手、しかも満貫2戦4戦、これはでかいぞ。そしてトップ目に躍り出たブリッツ選手、ハイパイはねまたメンツゼロで、チータさんは一メンツ、青が統一だったんで、まあさっとは上がれる可能性あります。でもチータさんあんまりね青だけとか仕掛けとかいかないんで、まあじっくり打点見ながら流せる手組みになったらさっと流すよね。おわっと青がここであんこになる。さあチータローさんこれはかわす、親番は親番はブリッツさん、これブリッツさんのようですね。親番上がったブリッツさん、さあまあブリッツさんにねまた再度上がられると、チータローさん的にはちょっと追っかけるのは大変になるんで、ここはさっと上がりに向かうかもしれませんね、これ、うん。で青があんこなんでちょっとチュンと白がくっつけば面白いということでちょっと残してますね。さあタツさんがこれでいい射程、両面両面だ。あこれは先切り、スーソーも、手放しとってもいいでしょうね。さあブリッツはちょっとねカンちゃんが残ってるんで、まあちょっと苦しいかな。両面に変わる。でもメンツが一メンツどこどっかで作らないといけないな。
半期に受けれるよね、まあ、両面両面は残して短期はなんか自敗でも恥敗でもいいという感じですね。いいペーコンに取れる、ちょっとあんまり嬉しくないかもしれないけども一応採用しましたね。さあブリッツさん欲しいのは両蔵じゃない三蔵の方が欲しいけども、まあとりあえずさあ千田さんピンズでメンツが789をちょっと見るか、いやもう見ないですねこれね、うん、見ない方がいいですね。さあタツさんテンパった、あちら老朽層ソクリーです。さあ数えてみましょうか、旧層が2枚、ブリさん2枚でチータローさんに1枚、今もう3枚減ってますね。ドカンに1枚、ということはこれ場に多分ないんで残り4枚ありますよ。これ残り4枚は優秀だ。さあどうだ、もうブリッツさんはちょっと回りましたね。うん、チータローさんも回りましたね。もうこれ場にないんでゼロなんで残り4回りますよ。さあこのたくさんのリーチはね誰もこと行きたくない。さあリーチ王に赤ばかり持ってくるぞタツさん。さあブリッツは粘っております、軽快に、ね、粘っておりますよ。お1枚ブリッツに流れました、残り3枚だ。れるかどうでしょうか。さあなかなか老朽そうですね。ちょっと今ちょっと目を離しておりましたけども申し訳ありません。脇に続々流れておりますね、これ。ということは残りつもがこれで終わりか。たくさん上がれず老朽そう、リーチの時ね4枚ありましたけども上がれずということで親が何2曲ですかね。チータローさん一本馬、親番チータローさんですね。トップ目は、
ブリッツさん、ブリッツの4万400かな、4万400だと思いますね。2着がチータローさん、2万9200で、3着がセッテマス、オカン戦2万9000ということで、ドラが何でしょうか。ドラはパーマンですね。ということで、さあどうでしょうか。さあ、ブリッツナンがね、統一なんで速くて、マンズが横に伸びてますね。チーターさん、お、ちょっと直瀬のトンがあんこ、これはチャンスですね。ブリッツ追撃ができますよ、これは。お、赤ウソ、これ嬉しい、チーターさん嬉しいぞ。あんまり良くないんで、これはブリッツとチータローさん、お、これでタツさんも総勢一メンツ。さあどうでしょうか。うん、これチートも見えますね、おかんさん。ちょっと少し早起きすぎてしまって。いいですよ。解説入れてます。あ、はい、大丈夫です。ということで、どうでしょうか。タツさん、これどうですかね。エンチャッソーちょっと採用しますか、とりあえず。さあ、ブリッツさん、何が仕掛けるか。ブリッツさん、仕掛けてもこれ形いいんで、ちょっと2着目のチータローさんの親はね、さっと流したい感じ。おっ、オカン選手、これは赤ウピコ嬉しいぞ。でもちょっとチートイ含みなんで、ちょっとあれかな。さあ、なかなかこれどうなる。おっ、オカンがチートイでテンパったぞ。うお、リーチいった。オカン選手チートイ赤の、3000、違う、リーチ、リーチ赤、チートイ赤で6400の6400の積もれば羽まんまで行く可能性があります。裏ドラ期待の先制チートイリーチさん。お、ブリッツさん、これ証拠で、証拠だ。お、ブリッツこれは柔らかく受けております。さあどうだ、岡選手、これウーピンでかなり残ってるんですよね。数えてみましょう。みんな手の中にはないぞ、ないない。チータローさんの手にもない。これ1枚キャッチということで、なんとね、これ3山かもしれない。3山でね、3山ですよ。これはこれはなかなか優秀だぞ。そして、お、そしてこれタツさんもこれね、今チートイでチーマンでテンパったんじゃないかと。ちょっとタツさんの手を次ね、確認してみましょうね。あ、隣だ、ほらテンパっとるぞ。さあタツさんどうする。お、腕を組んで、うんうんと言ってますね、今。うんうん、一体どうするみたいなね感じですかね、これ。さあ手を、あと綺麗に揃えて、チーマンなのか9万の、おっとリーチ、追っかけ追っかけみたいな、追っかけリーチだぞみたいな。でもね、これブリッツさん9万統一でなかなか出そうにないぞ。ブリッツさんこういうのね、意外に読んで出しませんので。さあこの9万短期対ウーピン短期は、さあどっちが勝つんだ。さあどうでしょうか。あっと、また隣だ。スーピンは引くけどウーピンは来ないぞみたいな。さあブリッツさん安牌のパーマン、これでパーマンがね、多分ブリッツさんの目からも4枚見えてるんですけども、
さあどうでしょうか。さあオカン積もれるか、はたまたタツさんが積もるのか。これで4枚見えたんだ、ブリッツさんの目からね。こういうとこはね、ブリッツさんやっぱしっかり打ってますので。あっと、またここにウーピンが流れた。残りウーピン対9万部玉、あと1枚あるんじゃないかな。さあ1枚対決どうなるんでしょうか。さあブリッツさんの手の中からパーマンは出てくるけど9万は出てこないというね。さあどうなるでしょうか。さあどうだ。いやー、これは上がった方が もちろんですけども、タツさんはなんとかねラストを回避したい。オカンはねブリッツ追撃に向けてこのチートイを上がりたい。でもオカンはねウーピンそくりやったんで、もう積もりに行ってますからね、これ。ただ2人転敗、チートイ対決は痛み分けという、痛み分けですね、これ。積み棒2本で、次はオカン選手の親番、南三局親番オカン選手。おっと、ここでしばらくお待ちくださいな。どうした、何かありましたでしょうか。しばらく待ってみようと思います。さあどうでしょう。スイッチはしてましたけど、こんなハプニングがあったかなと今思い出しておりますけども、記憶にございません。私記憶にございませんよ。どうした。さあ始まりました、再開された模様です。何があったんでしょうか。さあ親番は、南三局オカン選手、日本馬だと思われます。さあハイパイどうでしょう、オカン選手。ソーズ一メンツ、うん、まあまあですね、これドラはなんですかね、ドラウッビン。さあタツ選手どうですか。まあ、ダブナンがねあるんで、まあちょっとオカン選手連チャンは、まあ、積み棒も2本あるんで、まあ、さっと上がってね自分の親番勝負っていうのもありますね。ブリスさんもチュンが統一。さあみんなあんまり良くないな。まあちょっと役割がね、みんな、チータロンさん以外が統一があるんで、さっと上がりに行けるんですけども、打点はちょっとドラとかを使わないと、ドラ赤を使わないとですね、ちょっと伸びそうにないんですけども。あ、オカンも役割がないか。タツさんブリッツはさっと上がりに向かえる。お、リャンカンが埋まりました。ブリッツ選手泣ける、泣いて天敗なら泣いていくかもしれませんね、ブリッツ選手。一応泣いた時のための頭候補で採用ですね、数層は。
さあどうでしょうか。お、なんだ、ちょっとスイッチャーが早すぎましたね。おっと、これはでかい数層が変則三面ちゃん、サブロッソウソに受けれるぞ。これでポンテンが入れればもうブリッツさんもらったですね、これね。さあどうだ、さあチータローさんのねチューンがこれいつ出るか。さあオカン選手が着々とイーシャンテに来た。さあおっとタツさん、ドラドラだ、赤ドラの嬉しいやつを引いてきましたね、タツ選手。さあ注目ブリッツ、おっとこれは大きいぞ。これでポンテンが入れれるぞ。これは流れはブリッツなのか。そしてあっとこのタイミングでチュンが出る。ブリッツこれはもらったでしょう。多分ニヤニヤしてると思います。ブリッツ選手が多分ニヤニヤしております。顔を映してください皆さん。さあオカンがこうでね、酸素岩に引っ張ったやつで、さあでもこれは仕方ないな、オカン選手はね。ブリッツのこのチュンが泣けるタイミングがで、チュンがすぐ出るというね、チュンのみ、1000点は日本馬だと思う。1600の上がりでオーラス親番タツさんですね。タツさんハイバイどうだ。でドラが2万ピンズで1メンツソーズ2面、うん、まあまあですねこれね、まあまあ、うん、ブリッツもピンズ1メンツ頭があっての、まああとはまあまあですね。さあチータローさんも、ソーズが4連まあまあですね、うんうん、ちょっとオカン選手見えませんでしたね。もう一回まあ回ってきた時に見てみますね。お、チータさんいいぞ。だからオカン選手これピンズで、うんうん、だからまあまあですね、これみんなまあまあですねこれね。さあこれはしばらくね手が整うまで、皆さんご覧ください。お、いいペーコーできる。お、これオカン2差しも1日差もいけますね。どっちかどっちも見ながらの手組みになっている模様ですねこれ。お、またブリッツが特急券の難を重ねたぞ。またポンテンができるタイミングで難が出ればもうねすぐ行きますよこれね。さあトップ目がブリッツ選手、まあまあ頭1つ2つぐらい抜けてますねこれ。2着3着がちょっと熾烈な争いですね。さあチータロさんもいいぞ。お、おかんこで早くも1,2,3か7いたのは。チータローさんが追いついてきたぞ。リャンシャンテンだ、イーシャンテンかな。さあどうでしょう、チータローさんもこれは、泣いて、イーシャンテンだぞ。1,2,3泣いてますね。お、これでオカン選手テンパった。 1,2,3 で、これはドラドラですね。3色ドラドラ肩上がりのイースーピン、イーピンが、お、イーピン1巡前にタッサンが切っております。うん、もうイーピンがなかなかないぞこれは。場に2枚見えている。ああ、チータローさんこれでちょっとシャボ受けになりましたけども、さあでもこの地でねちょっとブリッツさんがちょっと追っかけてる来てる。
でも、まあ、まあ2着3着目争いっぽい子は見えるんですけどね。さあブリッツさん、このローピンちょっと嫌か。さあ差し込みもあるのかこれブリッツ選手。さあどうだ。さあどうだ。おっとこれは赤を持ってきたぞ。さあどうでしょうか。おっとブリッツ選手、これ何をあんこにしてちょっと強くなった。さあどうだ、これは上がれない方だ、スーピンだ。でもすぐツモ番が来てすぐ上がれる形になったぞ。さあどうするこれは。さあチーダのも私の手はちょっと安いですよというね、これちょっと。さあ誰がどちらが上がるんだ。おっとタツさんがここで力強く親番先制リーチ。さあどうするブリッツ選手。さあおっかん、あっとここで、あれインピン積もぎった。あの積もってきたのがちょっと見えませんでしたけども、積もぎりっぽく見えたのが親番リーチの立つ選手への安牌だったということで、この E ピンを見事おかん選手がロン3色ドラドラの3球でですね勝負ありということで、M リーグ、3戦目の模様、トップがブリッツさん、2着は、おかん選手、3着がチータロー選手、4着に、タツ選手の結果となりました。これで第1節がですねポコの会 A リーグ終わりましたけども、第2節以降も皆さんご視聴、コメントいただきますよよろしくお願いいたします。解説はイチローでした。ありがとうございました。